黒猫ゲームズ見てね。はい、今回も虫取りやっていきたいと思うんだけど、今回はねスポークっていう自転車のやつですね。自転車についてるやつを使ってこう潜り込んで作り出してね、ちょっと捕まえていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。お願いします。ちょっとおいっぱいおる。まだいいよ。はい。まだちっちゃいか。まず木のところですね。これと見てみようか。お、あれあれ平田じゃない？二人いるよ。こっちには。ああ、大きいね。ねえねえ、こっち見て、二人いる。ココアかな。これこいつじゃねえよ、ば一匹だった。ちょっとライト貸して。ゴキブリいるじゃん。ゴキブリだったか。あ、奥に平田いるんじゃない？あれ。二人いるよ。ああ、お。大きいね。2匹いるから。でも大きいけどココアだな、これは。これでよろしく。スコープ。はい。スコープ。大きいけどココアっぽいですね。あといないから。1匹捕まえたけど、これは？ココアかな。見えないな。よいしょ。お父さん、あと上側にいたんだけど。はい。次は、電灯の下。このところの下にね、結構いるんで取りに来ました。見て。うお。ん？おった？え？え？ノコギリや。あ、ノコギリ？転んでるね。あ、転んでるな。ノコギリだね、これ。やったぜ。やったぜ。初ノコギリだね、今年。おお。かっこいい。でけえな。うん。水牛だな。でもかっこいい。はい。いい形もしてるし。じゃあ捕まえる？そうだね。誰が？噛まないから大丈夫だよ。よっしゃ、捕まえたね。やったぜ。こっち見て。おーっしゃ、じゃあ今日はこれで帰ろうかな。まだね。はい。はい。よかったね、チョッピー。うん。あのね、木のとことかね、ちょっと、取ってないけど、いたんだよね。そうだね。はい、今回はね、ちょっと捕まえてきました。はい、じゃあ今から見せていきます。今回は新しくゲットした？ノコギリ。ノコギリクワガタ、ね。これはわからないんだよね。一匹わからないのもいるんだけど。あ、飛んだ。飛んだ。うん。まあね、こういうコクワガタとノコギリクワガタを捕まえることができました。イエーイ。チョッピー食ってんじゃん、なんか。何食ってんの？はい、じゃあノコギリクワ出してみよう。あとこれもね。黒猫出してよ。一匹飛んだらどうするこれ。もう、はい、まずノコギリ出します。アリが入ってる。はい、今日のノコギリはこいつですね。かっこいいよね、ノコギリって。うわー、あごいかつい。すげー。まあ、特徴としてはもうね、歯、あごの形がもうノコギリのようにギザギザしてて、ちょっと下に下がってる感じかな。あとデカさも変わったり、足も完璧だな。うん、この色もちょっと茶色っぽいんだよね。うん、若干のね。うん、そうそう。まあこんな感じかなって感じです。はい。じゃあ次は？あの変なやつね。変なやつ出してみる？うん。わからない。ね。はい、ノコギリ。前のよけろ。どけどけ。お前さん出てきてもらうよ。おい。そうだな、やっぱココアかな。それでもわからないんだよね。ココアっぽいんだけど、よく見たらちょっと先の方がちょっと違うっぽい気もする。裏返してみて。ひっくり返して。ぐちゅすぎだろ。暴れてますけどね。そうだね、やっぱり。でもまあココアだろうけど、ちょっと変わってるね。うん、
トゥ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 。あ、あと一匹は完全にココアってやつなんだけど、こいつは？こいつ元気ねえな。あ、ダニがいる。ダニ持ちか。ダニ持ちだね、うん。ダニ持ちはちょっときついんだよね。ちょっとまああのこの白いのがダニで、結構まあ野生のクワガタも結構ダニついてて、でこれがまあ他のやつにまあついたりとかするんだけど。まあ、そういうやつはもう別製で買うか、それともシュッシュッシュッでこうやってダニ切り拭きでね、あの落とすかビームみたいにしてピュッピュッってこう飛ばす感じで、うん、うん、まあちょっと背中に傷入ってるけど全体的にな、フォルムとしては綺麗だね、うん、まあココアもノコギリもやっぱ冬なかなか越さないんで、まあしょうがないかな。そうだな。はい、とまあいうことで今日はね、ココア、ココア本当取らなくてもよかったんだけどね。子供らはココア置いてこようかとか言ってたけど、まあ一応動画撮ってるんで持ってきた感じで。まあまたね、またちょっと大きな水槽の中にちょっと部屋を作る感じのものをね、そうだね、したいと思うんで、テラリウム、まあね、テラリウムっていうやつね、うんうん、作ろうね。まあ今回はちょっとまたね、こんな風なタンスクといきました。はい、まあね、違う動画なんですけど PC の方とかもあの全然パートとか出せてないんで、そうですね、またコメントとかもまたどの動画でもいいんで出していただけたら嬉しいと思っています。はい、マイクラの PC 実況ね。はい、まあ、コメントあって視聴者さんとクリアしていくやつなんで、うん、まあはい、今回もね、虫を捕まえる動画といったところでしたが、そうですね、まあね、参考にしていただけたら嬉しいです。それじゃあまたご視聴ありがとうございました。ありがとう、はい、ありがとうございました。みんな登録してね。またね、イエーイ。勝手に閉めるんじゃねえ。